セイフランシスコデボルハは16世紀スペインの貴族、軍人、政治家、聖職者、イエズス会士、第3代イエズス会総長、カトリック教会の聖人で祝日は10月10日、象徴は定冠を被った頭骨、地震に対する守護聖人。1510年、バレンシア王国のガンディア近郊でボルジア家出身の第3代ガンディア公。 フアンボルハとアラゴン王女、フアナの長男として生まれた。母方の祖父で、サラゴサ大司教とバレンシア大司教の、アロンソデ・アラゴンは、アラゴン王フェルナンド2世と、愛称アルドンサルイス・デイ・ボルタイ・アレマニの諸子であった。また、父は若字にした同盟の第二代がアンディア公、フアンボルジアの長男であることから、フランシスコは、ローマ教皇アレクサンデル6世の彦にあたる。 父は二度の結婚で、フランシスコを含む十三人の子を設け、長男フランシスコは後継者として定められ、六人の弟のうち一人はカタルーニャ複王、残りの五人は聖職者に育てられた。小さい頃から信仰深かったフランシスコは聖職者になりたいという望みを抱きながら、将来を心配した父から乗馬、狩猟。 武術を進められ田舎生活を送っていたが、1520年に衝撃的な出来事が2つ起こりそれまでの生活に別れを告げた。一つは母の死でショックを受けたフランシスコは自室に閉じこもり自分を責めた。もう一つはコムネロスの反乱で戦闘の余波がガンディアにも及んだため、父や家族と共にガンディアを離れ母方のおじのサラゴサ大司教不安でアラゴンに 引き取られ、三年にわたり、騎士、帝臣として、文武両道の教育を受けて成長した。1523年、13歳のフランシスコは、父の意向で、トルデシリアスへ赴いた。ここでは、フランシスコの母方の大場にあたるカスティーリャ城、フアナが遊兵され、娘で、フランシスコの樹種久保にあたるカタリナと一緒に過ごしていた。フランシスコはカタリナにとして使え、 二年後の1525年に、カタリナが、ポルトガル王女ン三世に嫁ぐと父の命令で、サラゴサへ戻り、修辞学と哲学を治めた。1528年に、カタリナの兄で、フランシスコには十王子にあたる、神聖ローマ皇帝兼スペイン王カール五世の、宮廷へ出資する頃には、美貌と騎士としての力強さ及び謙虚さを兼ね備えた、若者になっていた。家族に、 宮廷へ送り込まれるとそこで頭角を表し、皇帝カール・五世と皇后・イサベルの目に留まり、1529年9月にマドリードでポルトガル貴族の夫人で皇后の女官でもあるレオノール・デカストロメロへメネゼスと結婚した。外国人と息子の結婚を嫌う父の反対にあったが、皇帝の取りなしで結婚の同意を得られ、二人の間には八子が生まれた。続いて、 皇帝夫妻から恩寵が与えられ、フランシスコは皇帝からロ論兵皇爵及び王室首領長、皇后からは自分の馬術教師に任命され、夫婦揃って皇帝夫妻の友人として徴用された。さらに1530年、カール五世が外国へ行くときに、フェリペ王太子の個人教師と皇室執事にも任命されている。この頃、異端の疑いで、 イタン新聞書により投獄された、イグナチオでロヨラと出会い、会話したという。フランシスコは、仕事が忙しくなり、ロヨラのことはさほど印象に残らなかったが、ロヨラは釈放された後、イエズス会を立ち上げることになる。昼夜を問わず皇帝の館へ出入りする許可を与えられた、フランシスコは多忙になり、皇帝に同行していく度も従軍し、 1535年のチュニス征服に従軍した際、マラリアにかかり、長期間病床から離れられなかった。翌1536年7月に、フランス南部プロバンスへの遠征にも従軍したが、負け戦に終わっただけでなく、友人ガルシラソデラベーガを失う痛でもおった。これとは別に皇帝の国内巡行に同行、皇帝に代わりが問に打ち込み、 アロンソデ三体コールクルスの講義を受けてその知識を皇帝伝達する役目もこなし、全力で主君に尽くした結果、再度重病に倒れる羽目に陥った。病気から回復した1539年、亡くなった皇后の葬儀を取り仕切り、葬儀の先頭に立つ王太子と共に遺体を警護して、妻と共に埋葬地グラナダへ向かった。フランシスコはそこで、美しかった皇后でも命を失えば、 はかなく崩れていく様を見て、二度と命ある君主に使えまいと決め、陰性を考え始めた。しかし、まだ若い貴族だった、彼は皇帝からカタルーニャの副王に命じられ、四年間よく同地を治めた。ここでは、盗賊と反抗的なアラゴン貴族や不正を働く、官僚たちを厳しく取り締まり、防衛強化と治安維持に努力した。 カタルーニャ住民には好意を持たず、住民からも厳格な統治をあまり受け入れられなかったが、皇帝からの信頼は深まり財政援助のため、サンティアゴ騎士団の領土を分与、騎士団幹部に任命された。副王在任中の1541年4月17日、ロヨラはイエズス会初代総長に選ばれた。彼が派遣した選挙士の一人、アントニオ・アラオスがバルセロナに決戦。 イエズスカイ支援を説得されたフランシスコは、イエズスカイ氏を歓迎へ、ロヨラと文通を交わし、イエズスカイとの関係が、この時期から始まった。1542年12月17日に、父が亡くなると、ガンディア公倉を継承したが、翌1543年4月に、バルセロナで滞在中のカール・5世へ、カタルーニャ副王辞任を申し出た。 故郷へ戻ることを希望していたフランシスコに対して、皇帝は辞任を承諾したが、王太子の結婚相手であるマリアマヌエラの華麗に、忍字、妻と二人の娘も助監に任命したため、一家はなかなか故郷へ戻れなかった。1545年にマリアマヌエラが没死したことを契機に祭祀と共に、故郷へ陰性し、土地管理と領民の動向に気を配りつつ、祈りの毎日を過ごすようになった。 そこで、スペインを訪れていたピエール・ファーブルと、アラオスに出会い、イエズス会の精神に大きな魅力を感じた。一方、1542年に疲労で陰ン,ンを、考え始めた皇帝から内心を打ち明けられたりも、している。1546年5月27日に妻が死ぬと、フランシスコは、世俗の生活を捨てて、修道者となることを決意し、イエズス会への入会を願った。 公爵としての立場上すぐに決意を公表できないため、6月2日に秘密裏に入会した彼は、ロヨラと相談の上できちんと新編整理をし、進学の勉強に専念しつつ、普段の生活もこなし、1548年に正式に入会宣言したのを手始めに、長男カルロスを貴族の女性と結婚させ、他の子供たちの進路と縁組もまとめた。 イエズス会最初の大学として、ガンディア大学設立にこぎつけ、貧しい学生への奨学金、住居提供とムーア人やユダヤ人への教育支援も、カトリックへの改修を期待した上で与えた。1550年に、次男不安と従者を連れて、ローマを訪問、行く先々で熱烈な歓迎を受けた後に、スペインへ戻った。そして翌1551年5月23日、 聖職者除海で司祭となり、カール5世の了解を取り付けた上で、ガンディア・コークライをカルロスへ譲り、自らは聖職者として第二の人生を歩み出した。なおローマ訪問の時、イエズス会イ養成機関であり、ロイオラが創設したローマ学院へ資材を寄付、財政面での支援者となった。フランシスコは高貴な一族の出身で、有能であり、 ヨーロッパ中にその名が知れ渡っていたため、1552年に、教皇ユリウス三世から数奇教の授与が打診されたが、これを拒み、無名の巡回説教師として生きたいと望んだ。だが、持って生まれたリーダーとしての資質は隠せず、周りの人々は彼に指導的立場に立つよう求めた。1553年、かつて仕えていたポルトガル王妃カタリナとジョアン三世の要請で、 王急説教師に迎えられ、翌1554年と1555年の二度に、渡り、トルデシリアスに遊兵中のフアナの看護に尽くした。また1554年、フランシスコは、ロヨラの指示でスペインとポルトガルでの総長代理となり、多くの学校と修練員を開設し、イエズス会普及に尽力した一方、大太子と妹で、スペイン摂政フアナからの信頼も、獲得。 教皇パウルス4世とカール5世の対立で、板挟みに苦しみ、1556年のロヨラ死去に、伴うイエズス会の危機、同年のカール5世の退位など問題が重なったが、1558年に、第2代総長、ディエゴ・ライネスが選出、ユステ修道院へ引遁したカール5世から変わらぬ、信頼を保ち、引き続きスペイン・ポルトガルの活動に邁進していった。 1558年に死去したカール5世の臨重に立ち会い、遺言執行人に指名され追悼演説も行い、順調に進んだかに見えたフランシスコの人生は翌1559年になると暗転した。これはスペインの度が過ぎた国粋主義と異端神門のイエズス会に対する反感が原因であり、かつて信仰のあったアラオスもフランシスコが、 スペインの総長代理になったことに起こり、スペイン宮廷に取り入り国粋主義を煽ったため、フランシスコとヘロニモナダールは、スペイン王に即位した、フェリペ2世のスペイン人、イエズスカイ氏の出国禁止などの理不尽な命令や、異端審問の弾圧に苦しめられた。1548年と1550年に書いた、フランシスコの信仰に関する本は、異端審問書により、 金書目録に挙げられた上文書にされ、異端新聞書に監禁されたトレド大司教、バルトロメカランサに同情したことも災ざわいし、身の危険を感じたフランシスコは、一旦ポルトガルへ亡命。2年後の1561年に、教皇ピウス4世から、フランシスコのローマへの召喚命令を受け取っていた、ライネスの要請を口実に、ローマへ亡命した。 ローマにたどり着いた時ライネスははじめフランスでカトリーヌ・ドメディシスがカトリックとプロテスタント和解のため召集したポアシー会談に参加、ついでイタリアでトリエント公会議に出席していたため不在で総長代理として4年間務め、1565年1月19日にライネスが亡くなると7月2日の総会でライネスの後を継いで第3代。 イエズス会総長に選出された。フランシスコの総長在任期は、翌1566年に選出された教皇ピウス5世の在位とほぼ同じで、ピウス5世の協力の下で、イエズス会の改則を追加した。他にも様々な事業の整備、追加も手掛け、ローマ学院の基盤強化と修道士の教育に尽力、ローマ学院を総長の本拠地に定め、 授業計画に第一課程、第二課ほどの学科も決めた。また、イエズス会へ用地取得資金を与え、アレッサンドロ・ファルネーゼ・枢機卿教が進めた、ジェズ教会混流を後押しした。これと、並行して、会の各支部に修練院を設け、1567年に、ローマの丘に、ローマ修練院を開設。ここから、熱烈な伝導者が排出した。こうして、 フランシスコの総長在任期でイエズス会は進展を遂げ、彼は第二の創設者と呼ばれることになった。会員の数も増加し、ロヨラ死去の時点で1000名だった。人数はフランシスコの下で4000名に増加、それぞれ各地の修道院へ配属された。さらに海外選挙、特にアメリカ大陸伝道を推進、ローマ学院で養成された多くの選挙士は、 世界各地へと赴いた。南北アメリカへ派遣された選挙士たちは名案が分かれ、1566年から1572年にかけてスペインからフロリダ半島へ派遣された遠征隊に同行したイエズス海士は現地でインディアンに妨害されたり殺されたりして成果を上げられなかったが、北アメリカの難航を見た選挙士たちが南アメリカへ 宣教先変更をフランシスコへ進言したため、イエズス会イ氏は1568年にペルーへ、1572年にメキシコへ派遣された。ペルーはフランシスコが宣教に期待を寄せていた、ホセデアコスタラ優秀な人材が、現地の先住民の生活改善と布教に努力し、言葉を翻訳、教会、学校など、インフラ整備で成果を上げ、メキシコのホカエクアドル、コロンビア、 チリなどフランシスコの死後新しい管区が開かれていった。フランシスコは海外宣教師へ当てた文書で回収者を注意深く教育することについて指摘、ピウス5世への提案に海外宣教活動を数奇教からなる中央委員会に置くことを進め、1622年の不協証書設置に決実した。1570年に オスマン帝国のヨーロッパ遠征隊派遣に対抗して、カトリック諸国結集を計画したピウスゴセイは、教皇特使を各国へ派遣することを決め、フランシスコを随行者に選んだ。フランシスコは病気で健康面に不安を抱えていたが、承諾して1571年6月30日に、施設団に加わって出発した。スペインでは、かつて統治していたカタルーニャで昔と違い住民に、 歓迎され、異端新聞書は禁所に指定していた、フランシスコの本を交換、バレンシアでも家族に迎えられた。スペインもタイオスマン帝国同盟に賛成し、施設任務は進展した。しかしポルトガルは、大い継承問題に直面、フランシスコは、セバスティアン・一世と、フランス王女、マルグリッドの結婚を勧め、1572年に、病気のため施設団に遅れて、 フランスを訪問したが、すでにマルグリットは、ナバラオ・エンリケ三世と結婚することが決まっていた。ため、フランスを、タイオスマン帝国同盟にも入れられず交渉は不守備に、終わった。施設と別れた後に、冬の寒さで病状が悪化、心配したサボイア公エマヌエー・レフィリベルトやマタイトコにあたるフェラーラ公アルフォンソ二世の配慮で、カゴや船に乗せられ、イタリアへ運ばれ、 ローマに帰還した時は、瀕死の状態で、2日後の9月30日に、兄弟、トマスやイエススカイの仲間たちに見守られる中、自分の子供や孫たちに祝福を授け、ローマで亡くなった。61歳だった。埋葬された遺体は1617年に、ジェズ教会へ移されたが、フランシスコの孫で、スペイン語をフェリペ3世への長身のレルマコー。 フランシスコ・ゴメス・デ・サンド・バル・イロハスの養精で、1624年に、片腕だけ、ジェズ教会に残して、マドリードで、デルマ校が混流した教会移送、教皇・ウルバノス八世に劣服された。47年後の1671年に、教皇・クレメンス十世により、劣勢された。フランシスコの死から半年後の1573年4月12日に、 総会が開かれたが、総長が3代続けて、スペイン人だったことで、スペイン人会士に対する他のが愛国人会士の反感が高まり、ピュース5世の死後選出された教皇グレゴリウス13世や、ポルトガル王家も、総長選挙に介入、右与曲折の末4月23日に非スペイン人で、ベルギー人会士のエベラール・メルキュリアンが第4代総長に、選出された。以後、 メルキュリアントイタリア人の第5代総長、クラウディオ・アクアビーバは、イエズス会のさらなる組織整備、発展に尽くし、開始に、ロヨラの精神の再確認を呼びかけ、教育法規の制定で学習カリキュラムを明確な形でまとめ、イエズス会をスペイン一辺倒から国際色豊かな組織に作り変えた。スペイン国水主義と異端新聞の圧力にも屈せず、 イエズス会士を1万3000人にも及ぶ組織に成長させていった。幼少期からの経験差は、両親から心配されるほどだったが、行き届いた教育で優れた騎士としての技量も身につけた。謙虚な性格で世俗よりも、精神的な目標に関心を向けていたが、若い貴族の時期は任務に忠実で、カタルーニャ統治に見られるように、厳格、傲慢さも垣間見えていた。 しかし厳しい苦行を自らに課したことでそうした劇場を制御できたと語り、責任感と信仰で抑制されていった。1550年のローマ訪問で、ボルジア家の悪名とフランシスコの謙虚さが対照的に見られ、多くの人々からの注目を浴びた。また冗談好きの一面も見られ、カール五世に宛てた手紙で異常な肥満体だった、自分自身をからかった文を書いたり、イエズス会が、 修練師の入会を拒んだ時に公爵として生まれたことについて心から感謝する。なぜなら会の上長者たちをして私を受け入れる気にならせたものは私には他には何一つなかったからである。と公然と発言したりしていた。1551年11月15日にミサを行った際に大勢の列席者が詰めかけフランシスコの説教はカスティーリャ語で 聴衆は、バスク語しか理解できないはずだったが、次第に、聴衆は感動の渦に引き込まれて泣き出した。理由は、自分らの体内に、神の啓示を感じ、その声は自分らまでは届かなかったのに、説教師の言葉をわからせてくれる無言の言葉をそこで、聞いたと答えたという。庶民からの人気は絶大で、スペインで、民衆や神秘化として名高いアビラのテレサに一見を求められたほか、 1571年のヨーロッパ諸国訪問でも行く先々で、フランシスコの評判を聞いた群衆が詰めかけるほどだった。レオロールとの間に8人の子を設け、彼女の死後フランシスコは子供たちの進路と縁組を定め、イエズス会へ入会した。子孫に、フェリペ三世の長身として知られる、デルマ公フランシスコ・ゴメスデ・サンドバルイ、ロハス、ポルトガル王女ン四世ヒルサデ・グースマン、 ビジャイルモサコーで、カタルーニャ複王を務めた、カルロスデ・アラゴン・デグレアイ・デボルハがいる。また、フアンの息子フランシスコ・デボルハやアラゴンは、ペルー複王、フェルナンドの息子、フアン・ブエナ・ベントラ・デボルハやアルメンディアは、ヌエバ・グラナダ総督を務め、アメリカ植民地の行政、教育の発展とイエズス会やドミニコ会が運営する、コレヒオの設立など、植民地支配に深く関与した。 カルロスの孫ガスパールでボルハイ・ベラスコはナポリ副王を務めた。ありがとうございます。